はい、本日は2021年5月の今日が24日ですね。もう5月も終わり。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療というのは常に進化する学問であり、実学です。新型コロナ高止まりしてますけども、ワクチン接種も進んできてますから、皆さんもね、自分の順番が来たら、ぜひ、打つようにしてください。それではね、婦人科のアーカイブ、いきますね。いつも通り。入選農法ということで。こんにちは。いつもお世話になってます。会社の健康診断で入選農法って診断が出ました。判定は健康者扱い。入選農法というのは、ネットでちょっと調べて、なんとなくどんなものか分かったんですが、ほっといて良いものなんですよね。ちょっと不安で、ということですね。まあ、基本的に農法っていうのはできやすい医療性の袋ですね。ちっちゃな袋ということで、悪性ではないという判断されることが多いですよね。まあ、徐々に大きくなってくるとか、数が増えてくるとか、あるいは農法で、その乳腺のね、形が変わるなんていうと、やっぱり戦死というようなことをせんとあかんとは思いますけども、まあ最初は農法の経過観察ね。そしてまあずっと続く農法であればもう一年に一遍程度のね、検診でいいとは思いますんで、またそれはね、診断してもらった先生にお話を聞いて、決してすぐにね、手術をせなあかんとかそういうものではないということは覚えておいてください。それじゃあ時間が経って出します。ここにサイコロあります。サイコロ。